皆さんこんばんは、 MK です。スーパーマリオギャラクシー2パート11やっていきましょう。前回の続きからですね、キノピオが何か手紙を持ってきているのでこれを受け取りたいと思います。お手紙が届いていますよ。はい、表彰状。あなたはフラワーヘブンギャラクシーで我々も近寄れない敵の巣を抜け、見事にパワースターを発見されたであります。よってその名誉をたたえ、ここに1アップを与えるであります。ハニービーより。ありがとうございます。1アップキノコがもらえるみたいですね。1個か1個か。ピーチ姫はいつも5個くれるんですが、まあまあまあそういうことを言ってもしょうがないですね。前回の続きなので、ホワイトスノーギャラクシーの普通のスター取っていきましょう。前回隠しスターを取ったんだよね。隠しスターはなんかミニゲームみたいなやつだったんですが、溶岩池のクッパ雪像、普通に進んでいきたいと思います。ファイヤーマリオでなんだろう、雪がかかった木みたいなのを壊したら隠しスターだったので、まああんまり漁んない感じでいきたいと思いますが、ただね、あれなんだよ、水星メダルは絶対どっかにあるはず。水星メダルを確保しつつって感じだな。まずはここだったはずだ。 OK、 スターピースも回収しながらいきますよ。こんにちは、君は前回話しかけたからいいとしよう。でここも突っ切っちゃいます。突っ切ってで、これいった、あ待って、それ欲しかっただけなの私。このクッパの雪像を燃やせ、いけ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 、これを、素晴らしい。出た、いいのかな、いっちゃうぜ。おーっと待って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 、それは聞いてない。ジェットコースター的なステージだったのね。コインを確実に集めていく。で君は危ないな、なんかあー凍った。よし、 OK、 あんまり近づかない方がいいね、知らないやつには。来たね来たね来たね。これで、なるほどなるほど、スピンで冷気を、危ねえな。え、なにこれ、1個だけ低いのおかしくない、大丈夫。ファイヤーを取って、土管があるぞ、土管がそこにありますが、何か考えながら壊す必要があるのか、もしかして。そんなことない、適当にやっちゃって大丈夫。お、水星メダルだー意図しない場所にありましたが、まあいいや、適当に壊しちゃおう。多分全部壊しても登れなくなったりすることはないでしょう。水星メダルが手に入ったのでかなり嬉しいですね。こういってこの辺も壊して、全部壊すよ、こういってこういって、はいはいはい、待て待て待て、そこに土管の入り口はあるんだが、入るのはまだ早い。ここ壊、待て待て待て、全部壊せ全部壊せ、素晴らしい。全部壊しましたけど、大事だったのは水星メダルだけっぽいですね。じゃあ進んでしまいましょう。ここか、はい、土管に入って、もう最終地点っぽいぞ。あのクッパの雪像をどうにかすればスターが出てくるのではないでしょうか。まあもう水星メダルは取れてるから、このまま行っちゃいますよ。溶岩には当たるな。え、待て待て待て、あ、分かった、これ雪玉じゃないか。こんにちは、どうした、はい、あれれ、見つかっちゃった、いいことを教えるぴょん。雪玉は雪の上で転がすと少し大きくなるぴょん。それはなんとなくは、あ、そうだよねそうだよね、そうやって進むんだよね。落ち着け、やばいやばいやばい、雪玉がなくなっちゃう前にこっち側に着きました。あっち側に行くのもこれか、ちょっと大きくしつつ行きましょう。危ない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 、あ、なくなるなくなる、素晴らしい。これで、あ、待って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 、やめてやめてやめて、違う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 、これで大きくする必要があるんだね。待って待って、あー、いいやいいや、もういらねえわ。これを取ってだな、雪像のところまで行きたいんだが、待って待って待って、いけるいけるいける。で落ち着け落ち着け落ち着け、ほいほいほい、待って待って、あと何回、素晴らしい。多少ご利用しでしたが、そこは許してくださいな。 OK、ファイヤーマリオの状態でスターを取っても、スターゲットのシーンがファイヤーマリオになったりはしないんですね。なんかちょっと今期待したんだけど、そうではないらしい。まあ確かにそうか、ゴロ岩とか雲の状態で来たらなんか変になっちゃうもんね。はい、溶岩池のクッパ雪像のスターを手に入れました。結構ね、前回のあの水星メダルラッシュでスターが大量に手に入っているので、なんか割と進み早いですよ。今38個スターがありますね。で、ホワイトスノーギャラクシーもう1個あるぞ、やっていきましょう。もう1つのスターを手に入れればギャラクシーコンプリートかな。
彗星があるかな、ちょっとわからんけど、赤花のスノーキー。スノーキーって何？あ、待って、ボスか。ボスじゃね？ボスっぽくね？なんかこんなに映んないのおかしくないか。やめてよもうそういうの。ゴロイワ？ゴロイワがあるぞ。ルイージさんはね、交代するだけだからあまり話しかけないでいくよ。前回のね、あなたのゴロイワでも壊せるの？ああ、そういうこと。前回ね、あなたを信用したらあまりいい結果にならんかったから、これを壊して一旦ここ1アップを狙おうぜ。1アップ来い、1アップ来い。どうだ、何来た。うーわ、でもこれコイン稼げるっていう仕様ではあるんだな。君どうした、なんでそこにいる。はい、ここに隠したなんて一言も言ってないぴょん。スターチップなんて絶対ないぴょん。言ったな。あー、なるほど、前回進めたここが使えなくなってるんだ。ってことはこいつらの証言を参考にしつつ、ゴロイワでスターピースじゃねえや、スターチップか、集めていく必要があるんだな。ごめんね、取っちゃうぜ。この辺も行きましょう。これ一回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 ゴロイワが溶けるのが非常に面倒いぞ。ここも壊していく。ないね、あれ、ないぞ、案外ないぞ。このクリスタルは壊せる、なるほど、あぶねえって。ここにドッカン。あれ、なくない、なくない、5つあります。本当にどっかにないだろこれ。あ、またたったったとっとっと、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、外に出るから。あんまりそうやってると。オッケー、ありました、あと2つ。ここが違うね、どこだ、あと壊してないのがあそこか。これがありました、あと1つ。どこだ、あのクリスタルくらいしかないけどな。このクリスタルがなかったらもう知らんけどな。ないのでは、待て待て待て、これゴロイワがさ、地味に雪みたいになるんだな、転がってると。ほら、雪玉みたいになりますね。落ち着け、あれに当たるとまずいな。上か、上にあるのかな。しかし難しいな、まだ当たった、当たった。上、さっきの土管が正解、もしかして。さっきの土管はなんか違う場所に、そうだよね、待って、だとしてもなんだ、土管があるってのは何なんだ。行った方がいいのか、土管に。いや、行くか、気になるもんな。もう一回集め直しになる可能性が少しありますが、さすがにここは入っておきましょう。と、え、待って、あんたやったよね、ミニゲーム。やったやった。よく来たな、俺様はさすらいの遊び人。そうだね、それやったよ。やったやったやった。いいんだよね。うん。これやったもん。もう一回やればもう一回手に入るとかではないよね。大丈夫だよね。で、待って、スター集め直し説はないか、大丈夫か。いや、今集め直しだったら飛ばそうかと。おお、真っ白いよ、何、びっくりした、今バグったんかと思った。何、見えない、もうこういうの嫌いなんだよね。待って、見えない、見えない、見えない。なんかダイヤモンドパールみたいな、こういう見えないのね、嫌なんだよね、怖いんだよね。危ないよ。どれが正解、あれあるっしょ絶対どっかに。6つ、君はどうした。はい、頭の中まで真っ白ぴょん、ヒューッとするぴょん。頭の中まで真っ白なのはお前の、あー、なになになに、大丈夫これ。待って待って、あっ、あ、いいの来ちゃって。さっきなんか土管あったけど、土管無視しちゃった。行きたいね、土管にね。どうせだったら行きたくない。危ない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 。オッケー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 。さっきの土管に入っておきましょう。ボーナスステージなのか何なのかはわからないですが、ボーナスだな。どうせだったらここで3アップ拾ってこうぜ。1個2個コインか。クッパー、待って、もう1個もねえじゃねえか。なんなんだよ、もう1個も1アップ来ねえじゃん。いい、あんたは無視だ。せっかく柵ご利用しして、もとなんだお前、出待ちすんな。出待ちはずるいだろ。正解がどこだっけ、こっちか、こっちが正解で、変えるんだけど、いや、とりあえずいいでしょ、ここで使っちゃうのはもったいない。おお、すごい晴れた、いきなり。スターピース回収ありがとう。何、何、いや絶対ボスなんだよこの雰囲気がさ。
ただいないんだよね、見えないんだよねボスが。はい、おっとなんだ、え、さっき俺が乗ってた星が落ちて顔だったのね。すごい笑ってる、あまり、あの、待って待って待って、うわー、体と顔関係なくないから、あ、そこか、ほい、なるほどなるほど、からのからの、いった、待ってくれ待ってくれ待ってくれ、やばいやばい、そのコインちょうだい、ありがとう。赤鼻、赤鼻を、赤鼻をスピン、素晴らしい。あと何回、怒った怒った怒った、怒んない、痛い、もうやめて怒んないで。コインどっかで出た音した、コインどっかで出た音した、ありがとう。ここで待って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 、落ち着け。相手の軌道を読む必要があるな。スピン入ってないんだね、入ってないんだね。落ち着け落ち着け、ここで待って、入ってないんだね。コイン、あー、待って、ダメか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 、落ち着け落ち着け。赤鼻、赤鼻狙い、赤鼻、ここで、ここでスピン、素晴らしい。ちょっと難しかったね今ね。オッケー、なんかハマる人ハマりそうな感じでしたが、なんとかクリアしました。これで、3つ目のスターゲットですね。水星は来ないかな、大丈夫かな。これでギャラクシーコンプリートだと願っているんですが、120枚、とりあえずエンディングまでが120枚あるので、120枚のうち何枚が水星なんだろうな、ちょっと割合が分かんない。ギャラクシーコンプリートはしましたよ。はい、でコインはあんまり集めて、お、また手紙が来てる、こんにちは、1アップですか、1アップ以外は受け付けてませんよ。秘伝書ジャンプ&スピン使ってるぴょんか、壁キック&スピンすると高く飛べるぴょん、これぞ星うさぎ族に伝わる秘伝だぴょん。めちゃくちゃ使ってるけどなそれいつも。ご利用、え、待って、お、なんで1アップは、私1アップがあるかと思って話しかけたんですがあなたに。上に行っちゃってもいいですが、先にこっち攻略しちゃう、タマコロプラネットギャラクシー行きましょう。もうね、タマコロはいい思い出ないんだ。タマコロはね、いい思い出ないよね。ギャラクシー1でやったから、これ押し出せシルバーワンワン、シルバーワンワン、何それ、あまり聞いたことない単語、なんだあれは、ワンワンなのか、ただの玉に見えますが、タマコロな、ウィーリモコンをさ立ててこうコロコロするんでしょ、やったもんこれギャラワンでさ。まずスターピース回収、何、へいへい、このタマコロに乗るならこの看板様の話を聞きな。じゃあまずジャンプ、もう問答無用なのね、タマコロに乗ってみろ。ちょっと待って、その前にスターピース回収します。スターピース回収してからジャンプしてタマコロに乗る、オッケー。で、ウィーリモコンをまっすぐ上に立てる、はい、でそれが基本姿勢、分かってる分かってる、傾けると転がすんだね。で A でジャンプ、習うより慣れろ。それで先まで進んでみな、大丈夫、これギャラワンではやったから俺、めっちゃむずいんだってこういうの。 OK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 、 このね、スティックじゃなくてウィーリモコンを傾けるっていうのがこの難しさを倍増させてんだよね。はい、これはなんだ、筆、筆がいっぱいありますが、このスターピースの通りに進むのが正解か、スターピースの通りに進んで、違うじゃん、待って、話違う、そっちか、落ち着け。一応落下することはないな、まだ落下することはなさそうだが、こいつを踏ん、あー、たったん、とっとっとっと、全員踏む感じ、全員踏む感じ、あと一体そこいるね。クリボーを全員やっつければいいやつかな、危ないよ、オッケー。で違うね、あれ待って、あそこにもいる、クリボーを全部やっつけるタイプだと思うんですが、はいはいはい、待て待て待て、そのクリボーが微妙に出れてないので倒す、1アップ、あれ違うか、どっかに鍵あるじゃん、クリボー関係ないじゃーん、うん、オッケー。であそこが開きましたと。むずいんだよね、戻るのも一苦労なんだけど。落ち着け落ち着け、そこ開いてる、素晴らしい、慣れてる慣れてる、前回のが生かされている、なんだここは、待って危ないよ、落ち着け、ジャンプか、あーもう落ちるんだよねこういうとこね、落ちるのが一番ダメ、あーあーあー、オッケーオッケーオッケー、待って、ここ関係ない感じ、あ、待って、ない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 、ああそういうこと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 、待って待って、あ、あ、オッケーオッケーオッケー、待って待って、水星メダル逃した説ないか、今さ、
そっち側が水星メダルだった説がある、あるんだよね。ちょっと一回戻らして。違うかな？考えすぎか？一回戻りましょう。で、左側になんかね、ルートが、あ、1アップじゃん、もう。待って、ここで待ってろってこと？ここで待ってろってこと？その待ってるのも怖いんだけど。早く。早く降りてきてください。まだですか？店員待ちに、あ、来た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 。オッケー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 。で、待って待って待って。もうね、ウィーリモコンを前に向けれないからさ、あのスターピースとかこれどうやって回収するわけ？これ回収できる人教えてほしいんだけど。あ、前、あ、またダブダブダブ。これか。これを全部踏む。全部踏む必要がある。あ、待って待って待って、そらずるい、そらずる。こういって、こう、オッケー。出た。あ、定規みたいになってたね、今ね。これを回収して、なんだなんだ。水星メダルがどっかにある。あったぞ。待って待って。早めに行かないと。早めに行かないと。早めに行かないと。あ、危ない。オッケーオッケー。待って。ちなみにさ、ちなみに、ちなみにさ、ちなみにさ、今さ、中間ポイント取ってねえんだ、俺。今、中間ポイント取り忘れたんだ。オッケーよ。オッケーよ。そこ落ちるよね。危ないよね。危ないよね。こう言ってもね、こういうのは勢いなんだよ。勢い。勢いが大事な時あるから。人生結構ね、勢いが大事な時ありますから。こう言って、こう言って。いいね、いいね。オッケー。定規の上を、くる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 。で、このスターピースも回収していきたいね。いいよ、いいよ。なんだ、今度は何？今度は何？シルバーワンは、何？落とすの？落とすってことあんたを。落とせ、落とせ、落とせ。いけ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 。オッケー。なんで今落ちたでしょあんた。オッケー。まだ落ちてないの？ここで、押せ。スーパー、落ちたよ。さすがに、オッケー。それは落ちた。なんでそんなギリギリで耐えたりすら危ない。オッケー。終わろう、終わろう、終わろう。おーしよ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 し。これ鉛筆の後ろなんだろうね。色鉛筆の後ろっぽい。てかこのステージが全体的にあれだね。あの文房具というか文房具統一でしたが、そんな、デザインに感心してる場合じゃないぞ。オッケー。いや最初もね、なんか筆が筆だったのかな、あれが。筆のエリアから進んできて定規と 色鉛筆と、なんかめちゃくちゃ声がね裏返ってるんです、さっきから。大丈夫ですか、実況ちゃんと聞こえてますか。はい、シルバーワンワンのスターを手に入れました。これで40個、3分の1か。なんとか3分の1個まで来ました。はい、何ですか。お、チコさんにお手紙か。チコさん宛ての手紙が届きました。迷子のチコへ、あなたはまだ小さいので他の星の民も心配しています。もしこの手紙が届いているのなら同封したものも役立ててください。星の恵みがあらんことを。ロゼッタですね。何が来たんですか。手紙にスターピースが50個ついてました。どなたかはわからないですけど、早くこの手紙の主さんに会えるといいですね。よーし、これで何個ですか。1000個は超えてるみたいですが、1104個。上のチコも解放していきたいところではあるんですが、まあとりあえず行っちゃうか。一番上だ。はい、ゴーストコンベアギャラクシー。何それ、ゴーストコンベア。ゴーストもコンベアも嫌いなんだが。はい、照らして進んでお化けの住みか。お化けか。はい、おー、なんだあれ、タコ棒の、お、ヨッシーの新しい変身能力なのでは。タコ棒の幽霊みたいなのがいますけど、やられちゃったんですが、すごい雰囲気だねここね。逆走してるので、コンベ行った。よくもやったな、お前。踏めないのこいつら。ちょっと踏めないかもしれんな。スピンは、あ、スピンで一応一瞬消えたりはしますけど、あまり。待て待て待て、コインちょうだい、コインちょうだいって、コインちょうだいって言ってますよね、私。コインちょうだい、コインちょうだい。これコインでしょ。コインじゃないんだね。ハテナブロックからはコインが出るっていう、しきたりがあるんですけどね。ここは？はい、パンプキン。パンプキンクリボー。パンプキンクリボーあんま意味ねえな、これ。やってもな。どうせ1アップでしょ。どうせ1アップだと、いって。待て待て。せめてコインで回復だけさせて。落ち着け落ち着け。もうどうせ間に合わん、どうせ間に合わんわ。これどうすれば間に合うの、逆に。間に合う人いたら教えてほしいね。こういって、危ない、いった。
ッケーオッケーオッケー、もう無理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 、来ただけ無駄でした。よーし、でヨッシーさんがいるのか、まだですね。何、どうやって進めば、そういうことか、足場が出てくるのね。はい、足場が出てきて、こんにちは。危ない、待って、こういって、いいよいいよいいよ、こういって、ちょっとちょっと幅跳びで、早めに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 で進んでかんとこれ間に、危ないね。よく行ったね今の。コインをここで稼いで、待て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 、足場が出てきた瞬間から行きましょう。瞬間から行ってだな、1アップとかやってる暇ないから、本当に1アップキノコにかまった瞬間もうそら無理、さすがに。ここは出てこんな、出てきた。こういうこと、こういうこと、こういうことで合ってる、こういうことで合ってますか、こういうことで合ってますか、任天堂さん。待って待って待って、絶対そっちじゃない、待って、あ、待って待って、落ち着け落ち着け、落ち着いてくださいな、落ち着いてください。一旦こう行くんだけど、後ろ向けない、待って、今さ俺さ水星メダルだった気がすんだよね、違うかな、考えすぎかな、今の水星メダルじゃねえか、違うか、なんかそんな匂いしたんだけど、でも戻れねえんだよなこの仕組み。あ、水星メダルだ水星メダルあるじゃないですか先生、落ち着け、ここは確実に、え、あ、そうだよね、1回しか出てこないわけではないよね。水星メダルを拾って戻ろう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 、オッケー、危ない。で中だ、こんにちは、ヨッシーさんがいますが、これ食べればいいの、はい、おお、そういうこと、そういうこと、これで進んでこれ食べる、ここはいけないのか、鍵が閉まってるんで反対側から、あ、待って待って待って、あ、そういうこと、こう、危ないね今の、結構こっちじゃない、こっちじゃないぞ、これをもう一回食べて明るくして、これを、あ、危ないね、ちょっと待って、急がないと結構やばいと思う、急がないといけないステージだ、待て待て、こっちじゃないか、こっちじゃないかもしれない、こっちじゃないかもしれないけど、一旦これ、あ、それじゃ、あ、バカ、危ない、よく言ったな今の、あのチュッチュするやつマジ許さんわ。こう言ってだな、上か上か、上食べて、だんだんねこの光がちっちゃくなってくるんです。オッケー、めちゃくちゃギリギリクリア、よーし。いやでもヨッシーの変身能力多いな、ダッシュヨッシー、風船ヨッシーに加えて今のが何なんだろう、ライトヨッシー、特に説明なかったよね、俺看板読んでなかった今もしかして。はい、41個目手に入れました、水星メダルも17個、水星メダルの枚数によってくるのかな。はい、航行範囲が広がりました。そしておっと、タマコロプラネットギャラクシーにいたずら水星が来ております。やっちゃうか、そうだな、こういうのはやっちゃった方がいいと思う。下に行って、タマコロプラネットギャラクシーの彗星ですね。何彗星だろう、タイムアタック系かな、タイムアタックな気がするな。パープルコインは無理だよマジで、パープルコインは無理。タイムアタック急いでコロコロ、まあまあまあこれはいけるでしょ、さっきの私の速さなら楽勝だと思いますよ。はい、待って待って待って、地形変わってないですか、え、地形違いませんでした今ですよね、私がさっき言ったとことはちょっと違ったように見えたんですが、そんなこと言ってる場合じゃねえ、行くぞ。倒せ倒せ倒せ、危ないねここ、ジャスト入れるよ、危な、奥進んじゃったかと思ったわ。鍵をさっさと見つけましょう、どこにあるんだっけ、緑のエリアにあったような記憶があるんだが、それは今回も一緒っていう解釈でよろしいでしょうか。今回、前回ここにあり、あったぞ青だなぜ鍵の位置を変えた。反対側反対側、今度赤赤赤赤に行きましょう、こう行ってこう行ってこう行って、急げ急げマリオマリオ急いで、この Wii リモコンを傾けると同時に私のこの体も傾けてしまう癖があるんですが、よし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 、はい発射。で待て待て待て、ここは来たな、ドン、トンって言ってだ、落ち着け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 、おばっぱ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 、いいよいいよ、あ、危ない危ない、とうとう、こう言ってこいつらちょっと邪魔だから踏んづけちゃおう。あんまりかまってると、あんまりかまってるとやられるね、あんまりかまってるとやられるね、オッケー。でこう言ってこう言って、ああ無理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 、一回じゃ無理一回じゃ無理、
ってででってってこうだ、素晴らしい。ここ行ってはまる。あと1分あるよ。エリアが変わりました。ここは来たことがない、ここは来たことないぞ。あんまり余裕ぶっこいてられないんで、ちゃっちゃと行っちゃいましょうか。落ちないようにだけ気をつけてくださいね。よし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 。ボムヘイ待って、ボムヘイ待って、いい、オッケー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 。はなんと、バカバカ、危ないな、本当にシルバーワンワンだ。30秒でこいつを落とせば勝てる。いけるぞいけるぞ。と、いけいけ、待って待って待って、はい、あと何回あと何回、はい、待って待って、これ自利品だな、これ自利品だな、はい。待って待って待って、こういって、落とせ落とせ、素晴らしい素晴らしい。あと11秒しかないでござる、11秒しかない11秒しかない。待って、なんだ、6、5、OK、 いいんだよねこれ、もういいんでしょ。3、2、いいんだよね、出たってことはいいんだよね、出たってことはいいんだよね。あー、びっくりした、2秒でスターまで取らないと失格なのかと思った。はい、いやー、びっくりさせないでくれ、なんとかスターゲット。うわー、危なかったね今のね、ちょっと。ってさ、しかもさ、あそこに入ってからも2、3秒経ってたよね。だから危ないと思って、あと1秒ぐらいで入っても多分ダメだあれ。いや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 、怖っ。よーし、なんとか彗星もクリアしました。いいんだな、じゃあ次回また続きからやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。